やってきました、丸富士ラーメン。こちらはね、静岡県藤枝市藤枝駅前に新しくオープンした朝ラーメンのお店ね。こちらのお店はね、青いベンチというねカフェのお店、そちらをね間借りして朝ラーメンをねやってるお店になります。2024年4月19日朝6時にオープンいたしました。ただいまの時刻はね午前10時半、もう間もなくね麺が終わっちゃいそうということなんですけど、なんとかギリギリ初日間に合いました。ほら正面に見えるのがね藤枝駅、そしてねこちらが店舗でございます。駿河銀行 ATM の隣でございます。ほらほら看板出てます、丸富士ラーメンね。4月19、20、21日はねオープン記念で数量限定ラーメンセット200円引きだって。まあこういう感じね、普通のラーメンと冷たいラーメンね、藤枝朝ラーメンって感じか。東京下北沢から朝ラー発祥の地藤枝に逆輸入。2024年4月19日 AM6 時オープンっていうことね。お得なラーメンセットがハーフ&ハーフでね1000円で食べれるんだ。平日はね朝6時から1時まで営業してます。土日祝日はね朝5時から1時まで営業してますということになってます。こちらのお店は小川商店さんがやってるってことか。ブランドメニュー出てるね。あでもこれもあれか、メニューは朝ラーメンのみか。ほらあったかいのはね、鶏だしと4種の醤油をブレンドしたスープにレアチャーシューをトッピング、鶏の旨味と醤油の味わいが光る一杯だって。朝ラーメンの冷たいのはね、鶏だしと貝の旨味を凝縮したスープをオリジナルスープで仕上げ、鶏チャーシューを合わせた冷製塩ラーメンだって。へえ、そうなんだ。はい、これが朝ラーメンセットね、1000円、ハーフ&ハーフでね、あったかいのと冷たいの食べれる感じね。メニューにねミニラーメンもあるんだ。トッピングはねバラのり、のり、半熟、味玉、メンマ、ネギっていう感じね。あ、チャーシューもトッピングできるんだ。鶏チャーシューもトッピングできるんだね。はい、あとはね間もあります。スープのベースとなる返しと麺を合わせた替え玉です。あえ玉も食べたいね。ご飯物もあります。ネギチャーシュー丼、ライス、小、大とあります。メニューはそんな感じね。よしよし、今日はねこれ朝ラーメンセット1000円じゃありません。こっちハーフ&ハーフじゃなくて1杯&1杯で食べてきます。普通の朝ラーメンのあったかいやつと冷たいやつ両方食べてきます。あとはね今日はご飯物はなしで、あえ玉もね頼めたら頼んでみたいと思います。そんな感じでやってきます。さあそれでは店内入っていきますね。こちらはねほらカフェ青いベンチさんのね曲がりということで、はい、行ってきます。おーすごいじゃんこれ。ほらほらカウンターがずらっと並んだ店内ね。席はカウンターだけっていうことか。それではお邪魔していきますか。この辺の真ん中のカウンター座ってみますか。お邪魔します。すごくね白を基調としたね明るい店内雰囲気だね。朝ラーのお店だからね、もうメニューはね先ほど紹介したようにね決まってます。こちら朝ラーメン食べます。あったかいのと冷たいのね、1人前ずつ、あとはあえ玉と順番に食べていきます。来たよ来たよ。こちらが朝ラーメン、あったかいやつね、800円。さあそれではいただきます。うん、おお、うん、割とあっさり系。まあサラだからね、あんまりがっつりしててもね、あでも味しっかりしてるね。ああ鶏だしと4種類の醤油をブレンドしたスープだって。
うまい。穂先麺にまとネギとレアチャーシューみたいな感じね。さあ、1つ目いただきます。食べやすいね、細め。ネギと一緒に。麺はね、細いけどしっかりした食感。ほら、穂先麺も。うまっ。レアチャーシューもいただきます。すごく食べやすいね。スルスル入ってる。美味しかったね。もう朝ラーメンにぴったりって感じのね、あっさり醤油ラーメンでした。来たよ来たよ。続きましてこちらね、朝ラーメン冷たいやつ、レモンが乗ってるね。いただきます。こっちはね、鶏だしと貝の旨味を凝縮したスープ、オリーブオイルで仕上げてね、鶏チャーシューを合わせた冷製塩ラーメン。スープ、また全然違うね。うん、冷たい方は麺はね、若干太め。よく冷えててね、麺が締まっててコシがある。鶏チャーシュー、これもなんかレア鶏チャーシューって感じだね。うんうん、鶏チャーシューとネギと麺一緒に食べます。まあ、藤枝の朝ラーはね、あったかいのとね、冷たいのを両方食べるっていうのがね、藤枝流。うん、レモンも香って爽やかだね。はい、冷たい朝ラーメン完食。ほら、間待ったよ。タイミングよくね、出してくれてるね。あったかい間もね、冷たい間もね、選びます。スープのベースとなるね、返しと麺をあえた替え玉ということです。そのまま食べます。いただきます。この間もね、スープ入れた方がいい。ちょっとスープかけます。ちょっとだけよ。ちょっとね、麺がね、乾いてたからね、水分補給程度。これで食べやすくなったかな。あ、良くなったね。かなり良くなった。うん、うまいうまい。スープ1杯分ぐらいのね、スープを入れてあげるとね、味もまとまってね、食べやすくなった。はい、完食。ごちそうさまでした。ということでね、本日はね、静岡県藤枝市、藤枝駅前にね、新しくオープンしましたね、朝ラーメンのお店、丸藤ラーメンさんからでした。バイバイ。